違う、もっとなんかしょうもない、なんかうんこ漏らしたんですけどみたいな、どうでもいいけどフランス人はなぜか上から目線、1200円払って言うこと。メーガンとハリーについてどう思いますか。誰と誰、ポッター、ポッターのこと、ポッターのことはよくわかんない。27歳教員です。妊娠したので来年度に担任を持つことができません。卒業生を出してから子供をと考えていたので、30歳ぐらいに子供と思っていました。子供を授かったことは心から嬉しいのですが、仕事をもう少ししてから休みたかったです。前向きになりたいので、今妊娠したことの良さを教えてください。妊娠もできるって素晴らしいですよ。いや、30まで待ちますって言って、いや、30になりましたって、よし、今から妊娠しようってなった時に、妊娠がもしかしたらできない可能性もありますよね。今、できてってことにすごく喜びを感じたのが僕はいいんじゃないかなと思いますけど。だってその若くてもできない人いるし、まあ、逆にその40代でもできる人いるしってのありますけど、できることに感謝した方がいいんじゃないかなと思います。2回目です。 IRIAM という立ち位置前で VTuber みたいに配信できるアプリが DMA に150億で事業買収されるのですが、昨今の VTuber 業界は落ち目だと言われている中で、この配信アプリに将来性を感じるんですが、ひろきさんはこの配信アプリはどうなると思いますか。多分そういうアプリってそんなに聞かないんで、なんか落ち目かもしれないけれども、それって VTuber やってる人の数が少ないから落ち目ってなってるわけで、いやこのアプリができて結構その VTuber 結構いろいろ増えるよねっていう風になったら、また見える人も増えるかな、別に僕はいいんじゃないかなと思いますけど、なんか例えば17ライブとか、ふわっちとか、なんかそのポコチャとかいろいろ配信のやつありますけど、あれってその結構 いろんな一般の人が、普通の人ができるっていうので増えていったりするんですよね。事業拡大してたりとかするので、なのでその VTuber を一般の人が簡単にできるってやっぱり伸びる可能性はあるんじゃないかなと思いますけど、言いそうじゃない。ひろきさんは一人でも生きていけると自覚していると思いますが、奥さんに気遣う場面を見たりします。他人にはそれとの正論を突きつけるのに、奥さんには気を使って良好な関係を維持しようとしているのはなぜですか。奥さんというか彼女というか最近って結構怖いんですよね。はい、なので多分このジョイさんってまだご結婚とかされてないと思うんですけど、したらわかります。はい、したらこういろいろ、あ、なるほどってわかります。もう一個ぐらい重くないやつ。木と鉄のニコという名前で YouTube チャンネルやってます。鉄系職人が木材系の職人を目指して修行中の様子を紹介しながら DIY 家具の制作動画なんかを上げていますが、なかなか伸び悩んでいます。DIY 系チャンネルの需要ってまだあると思いますか。はい。また DIY 系の YouTube を伸ばすにはどうすればいいと思いますか。綺麗な女の子がやる。この木と鉄のニコっていうチャンネルは僕見たことないからわかんないですけど、なんかおっさんがやってますっていうのより、編集がそんなに上手くなくても綺麗な女の子がやってたら見るんですよね。北海道の山奥に一人で住んでるすごく綺麗可愛らしい女の子の YouTube とかすごい伸びてるから、やっぱ基本的にそのビジュアルがいいっていうのっていいんですよね。で DIY チャンネルっていっぱいあるから、そこと差別化区別化つけるのって、でやっぱ出てる人が見ててこう気持ちいいよねって、いくらでも見てられるよねっていう人が出てるかどうかだと思うので、この木と鉄のニコさんがもし男性とかでやってるんであれば、なんか代わりに女性を雇ってやってもらうとか、男性だったらもう顔出しとかしないで女性ですってやるとか、どうでしょう。はじめまして、矢野さんのひろゆきさんのものまで見てから、ひろゆきさん見てもなぜか笑えてしまいます。すいません、それはなんか悪影響が出てて申し訳ないです。